どうもこんにちは、ヒカルです。今回ですけども、アウトレットに行こうということで、アウトレットで爆買いしちゃおうかなと思います。まあ、俺あんまアウトレットとか行かないんですけど、人生でも多分ね、5、6回ぐらい行ったことないんですけど、急に雑貨とか服とか見たくなって、まあ、安くでお得に買い物させてもらおうかなと思います。で、最近ね、親友と親戚が結婚式挙げたんですよ。はいはいはい、グランドハイアットで。僕のマネージャーの高橋さんと料理やってるモアイカスミっていう2人が結婚式挙げたんですよね。でそれあのネクステ全員相馬さん以外かな、招待されてて、まあ、全員で行ったんですけど、すごい良くて、いやすごかったな、ほんまにめちゃくちゃね、やっぱ感動的で不思議な気持ちになりましたね。で僕もスピーチとかさせてもらったりとか、いろいろ関わらせてもらって、本当にね、なんかね、いい一日過ごして、それの反動もあって、ちょっと俺もなんか身支度していこうかなっていう反動で身支度、架空でね燻製が送っとうから、俺もだからちょっと一回踊れていくかっていうことで。あの時のスピーチめっちゃ良かったよな。あーね、スピーチね、ガチで結構絶賛されましたね。俺あの披露宴の時に自由時間みたいなのがあって、本当によく分かんないですけど、いろんな人からスピーチ最高でしたみたいな、あれってマジアドリブでやってたんですかみたいな。あー、まあ、私それは気になるわ。俺大絶賛されました。なんでか分かんないですよ。もちろんアドリブですね。もう考えてもない。考えてもないな。考えても出てこへんし。じゃあ考えたら失敗するタイプやから。喋り出して。あ、そうそう、あの場に立って、じゃあ何話そうかなって思って話しただけやな。つかみとかめっちゃ笑い取っとったもんな。でもなんか何話したか覚えてなくて、あんまりもう今映像が残ってたらね、まあ、流しといてくれても全然いいんですけど、残ってないから分からんけど。ご両親の皆さん、ご結婚おめでとうございます。今回ね、スピーチをお願いされて、正直ちゃんと起きてこれるかなっていうのがすごい心配で、なんとかね1時間ぐらいの遅刻で来れました。親友と親戚が結婚というね、僕からするとすごい不思議な角度なんですけども、僕は一応新郎が高橋さんと付き合いが長いので、高橋さんとの話をさせてもらおうかなと思います。出会ったのは6年ぐらい前ですかね。高橋さんがカードショップの取締役かなんかをしてるときに、僕のファンだっていうことで、当時バズっていう事務所にいた、すごい本当に勢いに乗ってた時の僕に声をかけてきて、僕もめちゃくちゃ調子乗ってたんで、なんだこいつっていう、こんなおさんくさいですけどやるわけないやろっていうふうに思って、聞いたことない会社の名前だったんで、誰だこいつっていう。第一印象それで軽くあしらったのが出会いですね。でそこから僕が、皆さん知ってるか分かんないですけど、バリュー事件っていう大炎上をしまして、 YouTube 的に言うと多分日本で一番の炎上をして、まあ本当にいろんな人が離れました。めちゃくちゃ離れてる。 YouTuber で言うと真っ先に離れたのは水溜りボンドっていう、そこそこ有名なやついたんですけど、あいつはね、すぐ離れました。それまではね、ずっとね、コラボしてたんですけど、炎上した途端に、いやちょっとルームの関係でコラボできなくなったんですよ。すごい鬱陶しい人もいたんですけど、そんな中、また高橋さんが声をかけてくれたんですね、僕に。炎上中の僕にです。やっぱその光さんには光るものがあるから、一緒にやりたいんだって。まあ、僕も正直当時弱ってたって言われたんで、こんなやつでも足しにはなるかなっていう感覚で、正直最初はそれぐらいの気持ちでした。よく分かんなかったんです。正直カードショップの取締役が何ができるんだっていう、そこからスタートで関わりが始まりました。でもそこからの僕の人生は本当に大逆転劇で、 YouTuber ヒカルとして一度地に落ちて、それを復活させた影の立役者は間違いなく高橋さんで、僕が今ねこうやってたくさんの人に囲まれたりとかして、それこそ本当に今 YouTube やれてるのは全て高橋さんがいたからで、僕は本当に攻めの姿勢はすごいんですけど、守りっていうのは全くなくて、税金関係だったりとか、そういったこう絶対に会社やっていく上で必要な部分、これをやっぱ全部高橋さんがサポートしてくれて、僕が道取れそうな時も高橋さんが冷静に客観的に物事を俯瞰してみて、これやめた方がいいとかっていうふうに言ってくれて今があります。それこそ宮迫さんとの出会いも高橋さんで、手越とかも僕が今までこう YouTube で関わってきたすごい人たちのほとんどは高橋さんが繋げてくれたもので、表では YouTuber ヒカルがすごいってなってるかもしれないんですけど、それだけじゃなくて、やっぱり裏で高橋さん、そして入江さん、この2人が僕をバックアップしてくれたから今があるなと実感してます。で高橋さんとはね、正直お互い忙しいんであんまり会う機会ってないんですけど、僕たちお互い趣味がゲームだったりカードだったりとかするので、なんか僕が YouTube とかね落ち着いた時ぐらいに、なんか一緒にオンラインゲームにハマったりとか、そういうこう余生っていうんですかのを過ごしてたなと思ってます。でやっぱ高橋さんはね、ほんと一心同体でやってきてるんで、僕が炎上しちゃったらすごい迷惑かけちゃうんで、もう本当に気をつけます。きっと高橋さんはね、何もないと思うんですよ。入江さんもないと思うんです。入江さんちょっとあるかな。僕が一番ちょっとね、何か起こしそうなんで、本当に僕が何かあったらたくさんの人にね、記憶が飛んじゃうので気をつけていきます。本当に改めてなりますけど、ご結婚おめでとうございます。
これシミュレーションでさ、舞さんが死んだ時のお葬式のスピーチとか、まあ、それこそ舞さん結婚式が出た時のスピーチとか、俺結構やっとシミュレーションで、あだから多分得意や、そのシミュレーション何回ぐらいやるの大体。いや何個か気づいてやっとるとかあるな、いろんなパターン。結構長い長い、しかも結構感情移入しようから、一人で喋りながら例えばお風呂使っとって涙流しながら話してるぐらい、これ結構ね、もうそれもう一本の動画できるもんな。いや、それ疲れたシミュレーションなんか無意識のうちやっとるから、俺それほんまにすごい能力だと思って、自分のなんかそのセミナーとかも一人でやったりするから。それってそのいつからなのそのシミュレーションし始めたの。いやでももう中学生ぐらいの頃からやっとったから気づいたら、だからみんなやっとるかと思うんですよ俺は。それは当たり前だと思ってた。そう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 、その言ったことっていうのはどっかにメモとかで書いてないわけだろ。いやメモなんだ、心で記憶するっていうか、だから自分が一回喋っとけば次また喋ろうと思ってスッて出てくるみたいな。狙えば狙うほどなんかあんまりいいのできない、逆に何も考えてない方がそこそこそれっぽいこと話せること、まあ、それがすごいけど、何も考えずにスタートしたら結構どうしようってあるもん。いや、まあ、この間の前そのスピーチも良かったし。どんなスピーチ。みんなが集まった時に。いやいや全然多分響いてなかったな。響きましたよ。どう響いたの。やっぱ副社長がなはい、いや前さんもでもどっかでそういうの話すとき来るかもしれないもんな。例えばまあ俺が結婚式挙げたときには、ああでももしかしたらそうなるかもしれない。それじゃ逆で言うと、まあ俺の葬式の時はヒカルがスピーチするっていう話であって、逆で言うと絶対俺やもんな。でそれは多分 YouTube に絶対上げるべき動画やもんな。そういう意味でもやっぱ俺の方が詐欺死にたいな。前さんあと美味しそうすけどね。あと美味しい。でもそれで言ったら俺最近夢で不吉かもしれない、ヒカルが亡くなった時の夢なんか見たいな俺、マジでほんまにリアル2日前とか3日前ぐらい。どの夢？めっちゃ困っとったな俺。みたいな。その時とか夢やと思えなくてほんまに亡くなったのっていう。僕もでも佐竹さんの逮捕される夢。現実やいるわごめん。予知夢やと思うから未来に起こるから。最近よく運転してるじゃないですか、うん、急になんか懐から銃とか出して前の車を撃ったんですよ。どうする状況なんだ。僕ね、夢の中でそれを現実だと思ってしたけどね。いやでも夢でも焦るよなほんまに。たまに夢見たって汗かくとあるもんな、冷や汗みたいな。連動してる時ないですか、なんか夢となんか体にも人なんかめっちゃ足熱いなと思ったらストーブ足元につけたもん寝てるみたいな。いや一回もないよそれは。誰もないからもほんまに空気で分かるやん。もう全部喋らんでも6割ぐらい喋ってた時の空気なんでないの分かるやん。いやだから粘るのやめようと思ってた。確かにマジで空気がおもらったもん。一気にグラビティバイト使ったかと思ったらほんまに銃が入ってたかと思ったらほんまブラがおるんかと思ったマジで怖っ。ほんまにえぐいなほんまな。えぐいブラゴン特殊能力かなほんまに。えぐいブラゴンブラゴンやばかったな。帰ってきました。楽しすぎてこうなっちゃったっていう感じですね。ただ身につけてるものは全くアウトレットのものではないっていう。アウトレットのやつはこう後ろに買ってきてあるんで一個一個紹介していきたいなと思います。どれからいこうかな。じゃあこれからいく。うわあこれいっちゃおうか。お目玉だねこれ。これうわーもう出しちゃった。ピカチュウですね。これね、林さんがめっちゃピカチュウの鳴き声がうまいっていうので結構定評があったんですよ昔から。めっちゃうまいで、ちょっとじゃあ注意してもらいます。ピカピカしてます。はい、イブイブイブ優しい顔してイブやな。これまだこれポケモンおったら買ってまうよな。次こちらピカーモンドですね。これ食べ物なんですよこれ。ロールクッキーっていう可愛いよな。カードケースにもできるから。なんだこれ。ピカピカうまい。じゃあ次あれうまいキャリンクケーキ。これ一回開けてみていい。てかこれも食べた方がいいんじゃん1個ぐらい。おおすげえかっこいい。かっこいいな。稲妻のいくら。おおすげえ。めっちゃいいわ。ほらポケモンカードゲームのねシールが貼ってこんだけカード入れれるんで。めっちゃ役立つよ。これめっちゃいいでマジで。俺めっちゃカード貼ってくれるんで箱が足りないんですよ。枚数多すぎて足りないんでここの中にこうポケモンカードこんなんを収納できる。 PS 入らへんわ。うわローダー入ってたらあかんわ。普通のサイズのカードなら入るかなっていう感じです。これは PC のカードなんか入れないですか。まあ確かに。だから、まあ、普通のスリーブ入ってるやつだったら入るかなっていう感じで。じゃあピカーモン食べます誰か。はい食べよう。ミッキー食べたら。おこれうまいやつやん。うまいこれ絶対。こいつこれうまいっす。ほんなら絶対味一緒やろ。ただの強制した後やから食べてほしいな。でもこれはもう間違いないやつやろ。あいいね。ほんなら100倍やん。いただきます。これがうまくなるとかないもん。あうまっ、うま、これにアイスクリームやってるやつあるっすよね。ある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 。確かに懐かしいなこの味。うまっ。さらに来ましたポケモンスナックのプリン味です。これピカチュウなんですよね。ポケスナックプリン、ね、しかもシールが全40種類という集めてた話で貼ったシールコレクションで。ブラッキーおるんかい。ブラッキーおるね。立てましょうよ。ブラッキー立てますわこれ。コアラのマーチみたいなタイプのやつかな多分。子供が一番好きなやつ。おポゲータや。うわーえシールこの中や。シールこの中にあるわ。ポゲータが入ってるんですかこれ。違うっぽいな。ランダムに入ってるんで。ちょっと開けますよ。ブラッキーやばいな。40分
じゃん。レモンヒール。これだ結構だから欲しいやつ当てんのむずいぞ。あ、声ブラッキー来い。来い。来い。うわあ、ピカピカや。いやでも大当たり大当たりや。またバイさん泣き始めるんじゃんこれ。大当たり。やめや。ピンポ。あ、ピンじゃん。やっぱじゃないね。さっきのあのケースに貼っとこうよ。確かに。もう正面と欲しい。そうそう。そこなんや。ここやっぱ貼っとくだけ全然違う。ほら。めっちゃ可愛いじゃん。で次がこれまたピカチュウね。ピカチュウセットや。もうピカチュウはすごい。クッキーっぽい。ラングの下ですね。だから白い恋人みたいなやつが。確かにそれ。まあ、これも100%うまいっす。どうせ。もう食う人もないっすこれ。うまいんで。でラストピカチュウふりかけ。うわー。これ多分ね、要はのり玉ってことじゃない？卵と先や。絶対うまいやん。最強や。ちょこれ食いたいかちょっとメジ。ナイス。これ絶対うまい。可愛いやん。これめっちゃいいな。持ち運びできるもんの。これやば。これエチケットなんかこれからの日本の。これ持っとかないとあかんみたいな。これ持っとったらマジで結構超押されると思う。止められるんじゃん。じゃこの辺からサングラス外していこうかな。さすがに邪魔かなこれ。よっしゃ行こうか。これね。うわー。見てさここ。来てもうた。マスターボール。これめっちゃ触り心地いい。飾りそうやもん。ほんまに。痛い痛い。飾りそう。使わなかったのし。もう一回。もう一回。ほらもう持てないよ。持てない。うわ。さらにハイパーボール。ハイパーね。そして。色がいいよな。スーパーボール。めっちゃいいなこれ。これ並べとくのめっちゃ可愛くない？絶対並べた方がいい。これ普通に抱き枕みたいな感じで置いとくのもありかもしれない。何なんかお前さん。できる？え？何おもろし？え？お前は分かるって前さん。いやいやいや。バカなんで、こう玉がこうこれ2つあったりしたらなんか笑っちゃうタイプなんです。いや笑った。ちょっとどうなった？お前。いやいやもう前さん。その発想がないもん。いやじゃあなんで？お前さんのゲンガーねこれ。ゲンガーありがとう。ゲンガーいいよな。いや可愛い。ユンゲラー派なんやけどさ、ゲンガーってやっぱ結局可愛いよな。いい一番人気あるんかな、4つの中やったの。ありそうですね。ゴールションアイコンみたいになってる。絶対ゲンガー。次、これいっちゃいましょうか。こちら出ました。これは三味線ですね。三味線なんこんな三味線が箱いたこれ全部引けへんねん、はい、これ三味線ですね。何これ。あ、こうやってあーめっちゃいい音色。あー音色いいわ。全然音色いい。おそらくまな板です。うん、あ、これまな板なんや。違うかった。ボードランチです。ミストだ。なんか俺ら最近おしゃれなやつや。自炊とかしてるんで結構役立つかなみたいな。あとワンちゃんこれ人どつけるんでやべえ。ちょっと打たれるんでドンキやもん。それはそれで面白いかなってことで買いました。で次重宝しますよこれ。タオル。まあこれはもう何張っても足りないですから、タオルに関しては。タオルはもう大量に買っておきました。古いタオルの入れ替えるタイミングってなかなか分かんなかったりするんで、まあ、今回買った分だけちょっと入れ替えようかなと思ってます。家のタオル。ほんでこれはまたいいわけよ。これハンドソープのベルラボですね。めっちゃベルラボ。これ多分かなり家だと思います。多分やけどこれだから普通に森林とかから取られたやつやね。森林いや分からん分からんね。密林とかからじゃない。高級さだけです。これまあ3つね。トイレと浴室あと台所。みんな手洗いますから。手は何個でも洗うんで、綺麗綺麗でも全然満足できないけど、あえて高級なやつをたまには買ってみようよっていう攻めですよね。体験ね。これ3つ買ってます。はい、まあ、こんな感じでね。おしゃれだって誰かの家でこれやったらちょっとなんかこいつかっこいいやと思うもんね。こだわってそうに見えますもんね。そう、はい、じゃあ振りかけ食べちゃいましょうか。いただきます。ちょっとこれもね使って。あーせっかくやから熱いからな。砂糖のこれちょっとおしゃれだねこれ。これ砂糖のこ前振りかけ。卵とシャキやもん。おおすげえ。こんな感じなんや。おうわ、多分それ半分ぐらい。え、お願い、逆さにしたり勢いよく振るとかかりすぎてしまいます。ゆっくり少しずつ振りかけてくださいっていう一応お願い書かれてます。これ優しいんで。まあまあ、まあ、お願いっすか。あくまでお願いなんでね。まあ大人やからまあいいですよ。大人なんで食っちゃいますよこれぐらいの量。いただきます。これうまそ そう。こんなん絶対うまいもん。絶対うまい。振りかけなんでまずいわけない。まずいやつがないもんな。うまっ。これマジうまいな。バランス最強。まあ単体でうまいもん。卵と鮭単体で鮭の強さがちゃんと残って、でもそこをこの卵がふわっと包み込んでくれるっていう。これすごい。攻撃力2500、守備力2000って感じ。強いなマジぐらい。うん、なかなか強いしこいつ。うまっ。まあ、これ全部食いたいな。もう商品情報、商品情報忘れても全部食いたい。いいんじゃないですか、それで今って。それ今っていい。やめましょう、もう一回。もうかけない。ちゃんとこう追い振りかけて。うまいなやっぱり。兄弟から分かったんやったらぐらい。どうすか、適量すか。はい、全部え、全部全額やろこれ。結構やばい。これ一食目やん。はい、そうっすよ。絶対一食目やん。だってこれがいるやん。終わった。終わりました。終わったじゃん。そういうもんですか。一回分です。だって一回分やんこれ。いやでも味濃すぎてやばい。こういうのが好きなの。めっちゃうまい。俺一番今日勝った中で当たりかもしれない。売りかけがほんまに止まらん。でも例えば次行こう。これ次はそれ行きますよ。それ行こう。よいしょ。これはでもね、もう必須です。どう出た。うわ日本もこれワンダフルアロマっていう、これあの玄関とかに置くあの長いディフューザーですね。これ大事だから心つかみますからね。これまあ結構俺は長い間置いてたことがあって、多分なくなってきてるんで入れ替えようと思います。これはもう抜群に一回出してみようかな。こんな感じで、あ、めっちゃいい匂いする。ほんまいい匂いするわ。この中にボトルが入ってると、うわでかい。こん
の中につけちゃうんですよこれ。そしたら匂いがずっと部屋が全部本当に持つんじゃない、いい匂いするもん。多分1年ぐらい持ちたいのこれマジで。一応2つ買ったと広いんでこの事務所が使わせてもらおうかなって感じです。そしてですね、このフランフランといったらもうこれでしょ。うわはい、ミキサーね、便利アイテムや。ミキサーじゃないか、これ何やこれ。これやろ、みじん切りとかできるやつや。マイク入れたら、そうそうそう、チョッパーってやつですね、マルチハンディチョッパー、まあ、ミキサーみたいなもんですこれ。まあ俺ら結構料理すること多いんでね、うん、今後これ使わせてもらおうかなと思います。一回ちょっとフレガキ食べていい？はい、そうちょっと一回ちょっと一回ちょっとガチ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 食べきった方がいいっすか。ほんまに無理、ほんまに。はい、ちょっとムカついてた。まじうますぎこれ、ほんまにこれが脅威っすよ今のとこ。めっちゃないなこれガチで。うまかった、ごちそうさました。ほんまに食っちゃうんだ、うますぎ、あっという間に。じゃ次これ1個はリセラフィンや。これ買おう。重っ、これやばいな。重量級かなり重いぞこれ。いけます。こっちもあるからね。重っ。これが鍋です。料理するとき使うかなってことで鍋いいの買っときました。だってめっちゃ高かったよ。ここだけで全部で5万ぐらい、かなりいいやつ。まあ、俺らサブチャンネルで自炊生活してるんで、まあ、その時にまあ役立つかな、一生飲むかなと思ったんで奮発して高いの買っときました。ただこいつのその効能自体はまじよく理解してないんですけど、多分いいやつですねこれ。高いんで。すごい、うわめちゃくちゃ重い。うわ蓋の重さおかしくて、これよ見たで、うわ危なっ、やばい。危なかったぞ、俺ついここに逃げちゃったの。確かめ方すごい危なっ。これ想像超えるかも。これで出した方がいいね。マジで持ってんねんこれ。え、おかしいよこれ重さ。絶対無理が縦ぐらいあるぞ。なんでこんな重いこれ。とりあえず全然ありますねこれね。めっちゃ重いってこれ。これで作ったら多分めっちゃ加熱されてうまくなるとか、そういうパターンのやつですね多分。すげえこれ全部言わない。おしゃれではあるけど、このなんか見栄え的にこれまた使わせてもらうと思います。おお。そしてこちらね、なんかアウトレットってやっぱ何でも売っとうからいいよな、楽しいよ、うん、服のイメージ強いけど服以外もやっぱ充実してるやん、うん、ほらこれね、俺ら大きい皿があんまなくて、これめっちゃ良くない色違い、こういうのなかったからな、楽しくなりますわ。そうそうそう、だったらやっぱさ、ラーメンもさ、あのラーメンのさめっちゃでかいやつ入れるからいいやん、あのバチね。そうそう、あのバチ入れるからいい。これ見て、これとか見て、ストタイプのこれ、玉ねぎ、うん、あとこれね、このなんかね、何やこれ、何やこれ、何やこれ、これトマト、うん、ハートコとかトマトか、トマスさんね、トマスさん。そして何よりもこれ一番今我が家に一応使っている菜箸、うん、ないですか。菜箸ないもんね、カラーのね、うん、こんだけあったら確かに。俺はね結構絶妙な長さの箸はあるけど菜箸はないもん、何故かなかったっけ、うん、それもねやっとね終わるという、はい、おしゃれなこの一気でラスト残り2つなんですけども、こちら次 LHP、 まさかのね、はい、あるんですね、うん、これかわいい、こんな感じでね、トレーナー、これかわいいマジで。これ後ろ黒なんで僕のカラーに合ってるかなってことで買いました。トレーナー、はい、これはマジかわいい。そして次オレンジ、これもまあ全然着やすと誰でも別に着れそうな感じ、うんうん、これ買っておきました。でラストハイブランドね、ラスト残ってますよ、出たもん、はい、流してるグッチね、こちら青と黄色のグッチのトレーナーと、まあ、1枚でこれ着れる系ね、グッチレモン、そうグッチレモン、あ俺結構家で買って多いんで、まあ、これ着させてもらおうかなっていう。グッチっぽくないのね、これ。そうですね、全然分からん、グッチ感がマジでほぼない、珍しいよな、これこんなデザインあったやな。はい、アウトレットやから残っとったんかなっていう説もある、まあ、これゲットしました。はい、そんな感じでね、アウトレットを大満喫したと。トータルで多分1時間半とか2時間ぐらい、広すぎるって感じで、ずっと回って役立つのだけをチョイスして買いました。いやすごい量があるんでね、アウトレットってまあそこら辺にあると思うんですけど、行ったことない人は行ってみてください。あんまおらへんが行ったことない人なんて、まあ、みんな1回は行くよ、うん、やっぱそのデートスポットの人たちでもあるから、うん、アウトレットってカップルとか夫婦とかで行く場所やん。俺もだって初めて行ったのだって彼女だから、元カノと行ったから。なんなら彼女の方からアウトレット行きたいって言われて初めてそこで存在しって言ったみたいな。ポケモンもあるの意外だったよ、ポケモンストアみたいな。子供からしか嬉しいやんポケモンって。やっぱ結局可愛いしさ、着とってなんかいいやん、持っとってなんか嫌だなとか。これもめちゃくちゃいっぱいじゃますからね、これだけしどりで買ったんですけど。アウトレットじゃないやけど、アウトレットもこういうの置いた方がいいよ。確かにこうやって買うもんな、こんなんあったら絶対買うし、これパジャマとしてめっちゃやん。生地もこれなんかベロア生地でめっちゃいいんですよこれ。しかも言うてやすいし、厚すぎひん、これ上下でちょうど4000円ぐらいなんだ。そうです、これ上と下合わせて4000円ぐらいなんで、めちゃくちゃいい、めっちゃいいよこれ。これがレベル高いですよ。そんな感じで今回アウトレット大量に買ったんですけども、一番買ってよかったものは、まあ、正直ですけどふりかけですよ。うますぎてふりかけが、まあまあまだ鍋とか使ってないですから、もしかしたらふりかけもふりかけがやっぱ断トツ断定1位かなって。断定1位もうしかもなくなりましたからね、このふりかけ。ミッキーとかマイさんは、俺はやっぱ動画に使えるっていう意味でも、あの鍋とかカラフルなやつとかやっぱ動画にするやつだからいいと思ってる。鍋確かにこれめっちゃ冷めるとね、映えるよな。そう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 、でも皿とかもそうや、全部映えるやん、映えるな。マイさんこれ食べてどうなの、何やろ。言われる以外にブブブブビザっすね、うん、今の単元なんだかほんまなんかガイルみたいな感じがした。ソリクマやったらガイル、ソリクマやったら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 ソリクマや
ニックブームや離島すごいソニックブームなんだよ最高時間高いサマソニック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 では早速食材買いに行ってあの鍋使って実際に鍋橋をおーきゃで、その様子は、概要欄のサブチャンネル貼っとくのでヒカルゲームズの方で配信します。ぜひ楽しんでください。鍋橋しますよしやろうしゃー腹減っとったしゃー振りかけたらまだ腹減っとるから全然バイバーイ。